それでは次に複素平面を導入したいと思います。例えば複素数 z が x プラス yi という形で与えられているとしましょう。すると x と y を一つの組と考えれば、あたかも平面上の座標として見ることができます。平面上の一つの点として見なすことができます。横軸を実軸、縦軸を居軸とするような平面を考えます。で、原点 O をここにすると、 z イコール x プラス yi っていうのは、ある一つの点 xy で規定される、一つの点とみなすことができます。これが z イコール x プラス yi と対応しています。点であり、まあ、数が1対1で対応します。このように対応関係を作ることができます。皆さんに配布している、私が作っているノートでは、横軸を x、縦軸を y って書いています。教科書によっては iy と書いている場合があります。その時にはそれぞれちゃんと読み替えてください。言ってる意味は、とにかくこの複素平面の意味は、一つの複素数をある平面上の一点にマッピングすることを意味しています。これをこういうふうに考えることもできます。原点から見た点 xy へのベクトルというふうに見ることもできます。そうすると絶対値の意味がおのずとわかると思います。例えば絶対値というのは、実部の2乗と虚部の2乗の和を取ってルートを取ったもの、すなわちちょうどここの長さが絶対値になっている。三平方の定理からルート x 二乗足す y 二乗というのは、ちょうどここの長さになっています。ベクトルの長さが絶対値になっていることがわかると思います。基本的な位置関係を押さえておくことはとても大事です。ある複素数 x プラス iy が与えられたら、それはある一点 xy で与えられます。すると z バーは x-iy になります。すなわち z バーは x-iy になるので、ちょうど x は同じだけど y の座標だけマイナス y に変換させた関係にあることがわかると思います。共約は、ちょうど実軸に対してくるっと反転操作をしたものが z バーになります。マイナス z っていうのは、ちょうど反対称のところに来て、原点を過ぎて180度回転させたものがマイナス z になります。全体はマイナスかけたもの。次に、これはマイナス z バーになります。まあ、こんな感じになってます。ちょうど π 回転、180度回転がマイナスになります。で、共約を取ると実軸について対称になると。で、共約操作、こういう関係にあります。複素平面上にそれぞれどういう関係にあるのか、すっかり頭の中に入れておいてください。またこちらの方に戻っていきたいと思います。複素数をこのように平面上の一点で表しました。すると、さっき言ったように原点から見たベクトルとみなすことができます。すなわち、ベクトルの長さと向きが決まれば、一つの複素数を指定することができます。そこで、次に極座標という考え方で、この長さと向きというものを指定するようにしたいと思います。2年生だと極座標っていうのは非常にちょっと分かりづらくて、いつも直行座標に直したいなと思うんですが、慣れるとこちらの方が圧倒的に便利な場合が多いです。なので、しっかりこれを身につけましょう。ある、複素数の点、z イコール x プラス iy、 先ほどと同じです、を複素平面上の一点として表しました。で、それを原点からの距離を R としましょう。この複素数の一点の原点からの距離を R と置きます。実軸とのなす角度を次に θ と置きます。すると、これで長さと
角度が決まったことになります。 R と θ が分かれば当然、X と Y が求められるということになります。いいでしょうか。長さが R、 角度、向きですね、向きを θ と置きます。するとこれで X と Y っていう代わりに R、θ で今度は複素数を指定するということになります。 X と Y を R と θ で表すことは簡単です。だ X イコール R コサイン θ、 Y イコール R サイン θ になります。したがって Z は R コサイン θ足す I の R サイン θ になります。これまとめるとコサイン θ 足す I サイン θ になります。このように Z を R と θ の組で、表すことができます。でこれを、Z の極座標表示と言います。慣れるとすごく便利です。なのでしっかりとちょっと慣れるようにしましょう。ではちょっと簡単な場合例題をやってみたいと思います。それでは一つ例として Z イコールルート3プラス i を極座標表示に直したいと思います。まずこれどうすればいいかっていうと、この点はどこにあるか、平面上のどこにあるか検討してみましょう。実部がルート3、だいたい 1.7 ぐらい、この辺ですね。ルートどこでもいいですよ。縦が i っていうことは距部が1です。1対2対ルート3という三角形の角度の関係を思い出してもらえると、だいたい1がここです。なのでルート3コンマ1っていうのはここにあります。でこれはちょうどここは30度、6分の π の角度があります。でここはルート3、1でここの長さは直ちに2って分かりますんで、長さが2、角度が6分の π ですので Z イコール R が2でコサイン6分の π プラス I のサインの6分の π、 これが答えになります。一つ大事なことを忘れていました。絶対値がどうなるかっていうことなんですが、 Z の絶対値ですけれども、実部の2乗足す虚部の2乗のルートなので、 R 次乗コサイン次乗シータ足す R 次乗サイン次乗シータになって、R 次乗でくくり出せて、でここが1なのでただの R になる。したがって先ほど言ったように絶対値の Z っていうのはちょうどここの長さに等しいということがわかります。それではオイラーの公式を導きたいと思います。とても重要な、関係式です。オイラーの公式っていうのはこういう、関係式です。これをオイラーの公式と言います。でこれを導きたいと思います。大学1年生の時に習った実関数のテーラー展開についてちょっと思い出してください。 ある関数 fx が与えられた時にそれを x イコール0を中心に展開するということができます。でそれはこういうふうに書かれます。とこのように展開されます。 fn っていうのは n 回微分、だからこれは fx の1回微分に0を入れたものです。微分してから0を入れてください。0を入れてから微分すると何も出ませんので、間違いないようにしてください。これを使うと、指数関数テーラー展開は 1 たす x
プラス2階乗分の1。3x の場合は x 引く3分の1、3の階乗分の x 3乗。まあこういう形。コサインも同様に展開することができます。一見するとこのサイン、コサイン、エクスポネンシャル x のテーラー展開っていうのは無関係に見えます。しかし x を複素数に拡張することによってこの3つが関係づけられることがわかります。それを今から示したいと思います。しかし、x を複素数に拡張することによって、この一見何の関係性も見えない3つの展開式に極めてはっきりとした関係性が見えてくることがわかります。それでは今からそれを確かめたいと思います。今から fx イコール e の x 乗の展開式に x イコール i シータ、i は虚数単位でシータは実数、x イコール i シータを代入します。で、そしてまあ実部と虚部に分解することを考えてみたいと思います。それでは代入してみます。あの式に入れます。まず代入しました。すると、ここは i の2乗が入っているので、これマイナス1が出てきます。 i の2乗はマイナス1です。で、ここ i の3乗はマイナス i になります。で、ここは i の4乗は、1に戻ります。なのでそれで戻すと、戻して実部だけ、そして虚部だけを集めます。で、実部はこのような形になります。次で6次の項がもう一回実部になりますので、偶数上の項が実部になって奇数上の項が虚部になります。すると、このような形になります。どうでしょうか。こちらを見ていただいて実部の項見覚えありませんか。これはコサイン x で x をシータに置き換えたものに一致しています。で、虚部のこちらの方はサインシータの展開式に、サイン x の展開式において x をシータに置き換えたもの、ここで x をシータに置き換えたものに一致しています。したがってここの部分はコサインシータで、こちらの部分がサインシータになります。したがって E の i シーター上はコサインシータプラス i サインシータとなります。この式のことをオイラーの公式と呼びます。シータ実変数だと思うと、これは複素数の関数になっています。 i シータが複素数で、それの実部がコサインシータ、そして虚部がサインシータということになっています。さっきここの部分は、極座標の部分で、極座標ので出てきたので覚えているでしょうか。極座標で書いたときに z イコール r のコサインシータ i サインシータと書けてましたので、ちょうどここの部分が、ここを e の i シータと書き換えることができます。それではちょっとそれを今からやってみたいと思います。極座標もう一度考えます。ある一つの点、xy、これは z の x プラス iy ですけど、一点で表しましたと。原点からの距離を r、この線分とのなす角度、実軸とのなす角度をシータと置いたときに、zx プラス iy は極座標で書くと。となりました。ちょうどここのコサインプラス i サインシータの部分はオイラーの公式を使えば e の i シータ上に直すことができます。なのでオイラーの公式を使うと r の e の i シータ、こういう非常にすっきりした形で書くことができます。
なので、R 距離を求めて角度を計算すれば、まあ、このような形に書けます。先ほどの例題、前回の例題を見ると、例えば z イコールルート3プラス i っていうものの極座標を求めなさいって言われた時には、原点から実軸がルート3、虚部が1なので、ここの長さはちょうど2に、でここの角度が6分の π ですので、z イコール2倍の e の i の6分の π というふうな形で書くことができます。これは例えば例題ですね。非常にすっきりした形で書くことができます。もう一つ簡単な例題をやってみましょう。例えば2つの複素数 z1、z2 があったとします。それぞれを、まあ、r1 コサイン e の r え、2つの複素数 z1、z2 が与えられたとします。z1 は r1×e の iθ1、z2 は r2×e の iθ2 と。前回、共約と積はこういうふうに可観であるということを示しました。これを今回この極座標を使って示したいと思います。で、左辺は R1E の iθ1R2E の iθ2 のバーなので、これは R1R2 はこれは実数です。なのでバーを取ろうが取らないが関係ありません。なので R1R2で、e の指数同士は掛け算は型同士の足し算になりますので、こうなります。で、それのバーなので R1R2、e のマイナス i の θ1 たす θ2 になります。で、ここマイナスがつきました。で、右辺の方は z1 のバーかける z2 のバーなので、R は R1 は先ほど言ったように実数です。関係ありません。R1 のこれのこうなります。 Z1 のバーはこうなります。で、 Z2 のバーをかけるとこうなって、まとめるとで、確かに等しいです。確かに等しい。よってこの式は正しいということが言えました。もう一つ考えたいのが積の意味なんですが、幾何学的な意味っていうのをもう少し考えてみたいと思います。例えば z イコール iθ っていうものが与えられた時に、これに掛けることを考えます。すると ze の iπ イコール、これは r の e の iθ プラス π になります。すなわちこれは、e の iφ っていうものを掛けるイコール、これはここ π だけずらすので、角度 φ だけ回転させるということになります。すなわち ここから φ だけ だから、ちょうど半径 R の円周上を角度 φ だけ回転させるということになっています。で、特に π イコール π ならコサイン π 足す i サイン π になって、ここが0ですからちょうどマイナス1。特に π イコール π だから、 π 回転させるっていうのはちょうど半周分させるっていうことになるので、 π 回転っていうのは全体にマイナス1をかける、こういうことになります。
1回転は 2π なので、 2π の整数倍かけたら何も起こらないということにもなります。2分の π なら i をかけるということになっています。 e の iπ はマイナス1ですし、その他気をつけてほしいと思うのは、例えばこういうものです。またシータが、例えばシータが 2π の n は整数、 n が整数の場合には 2π の整数倍回転させるってことは n 回転させるってことに、特に1になります。注意してください。とても重要。それでは3つ目の性質を、モアブルの公式というものを、オイラーの公式を使って説明いたします。今 E の i θ 乗が与えられたとし、 nθ を代入してみてください。すると、E の inθ イコール、これはオイラーの公式から cos の nθ 足す i の sinnθ になっています。一方でこれは E の iθ の n 乗と見ることもできます。するとこれは直ちにオイラーの公式使うと cosθ isinθ の n 乗と見ることもできます。したがってこの右辺同士も等しくなります。したがって cosθ isinθ の n 乗イコール cosnθ足す isinθ、 この関係式のことをモアブルの公式と言います。これのことです。それでは極座標を使って少し簡単な練習問題を解いてみたいと思います。一番、一つ簡単な問題、 z3 乗イコール1となる方程式の解を求めようっていうのを考えてみたいと。いろいろな解き方あると思うんですが、せっかく極座標を習ったので、 z をこういうふうに置きましょう。すると z の3乗は r の3乗 e の i の 3θ になります。でこれが1になる必要があります。大事な点はここは常に実数です。これは実数です。ここの部分なんですが、 e の i3θ っていう部分なんですが、一般に e の iθ 乗の絶対値はいくらになるか。これは e の iθ、 e のマイナス iθ、自分自身の複素協約の積を取ってルートを取る。でこれが絶対値。でこれ1ですから1です。これ3θであろうと、ここも大きさは1です。なのでここは これとても大事です。でここ1なので、まずこれが言えます。実数でかつ r は常に0より大きい値です。そうすると、3乗して1になる、かつ r が正であるっていうのは、もうここから直ちに r が1しかないので、 r イコール1と言えます。そうすると z はもう r イコール1と分かりました。なので求めるべきは e のここが1となることが分かったので、 e の i の 3θ が1であることを調べてほしいということになります。したがってこのような e の i3θ が1となるような θ を求めればよいということになります。さっき言ったように、これは単円上の、これ単円なんですが、R イコール1の円です。それで、E の i3θ っていうのはここの円周上ぐる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 回っているような関数になっています。
で、1になるのはどこかっていうと、ここでしかありません。ここが1、0、 x が1で虚部が0になっているのはここでしかないです。したがって e の i の 3θ が1になるのは、角度 3θ が0度の時、あるいは 2π 一周回って 2π の時、あるいはもう一周回って 4π の時でしかありません。まあ 6π、8π、 それとかマイナス 2π、 マイナス 4π はもちろん解なんですが、気をつけなければいけない点は、これは3次方程式なので、もともと3つしか、独立な解はありません。なので3つ取れば十分です。なので θ は0、3分の 2π、3分の 4π の時、 z 3乗イコール1を満たすような複素数を与えることになります。これを θ と r を元に戻してあげると、 z イコール e の i の0乗、 e の i の3分の 2π、 e の i の3分の 4π で、 e の i の0乗っていうのは、これは1です。なのでここになります。で、そうすると、求まった点はどうなるかっていうと、ちょっとこれと一緒に書くと、紛らわしいので書き直します。半径 r イコール1の円です。角度が0度、ここです。0度の時この点で、角度が3分の 2π 120度、ここです。で、さらに3分の 2π 回ったところ、だから3分の 4π、 ここです。この3つの点結ぶと、まあ、ちょうど正三角形になっているわけなんですが、この3つの点がこれぞれそれぞれ対応してて、この3つの点が解ということになっています。これが解です。例えば z 5乗イコール1とか解くと五角形が出てきたりします。このような形で解いてもらえると良いかと思います。